うん、はい、だいちごちゃんをぜひ応援してください、田中さん、うんうん、だ その支援でいちごちゃんは自立できると思います、うん、よろしくお願いします。あ、俺がぶち込んでるからってこと、田中さんを。なんか変な書いてない、田中さん、変なん。今まゆさんが着ているお洋服は、うん、ある程度高価なお洋服だと思います。これですか。はい、ですので、なんでブロックショーで変なんかかるやんか。こういうお洋服をたくさん買ってさせられますから、うん、着てください。え、でもそれは悪いよ。なぜですか。いや、だってお金大変だから、はい、心配だから、はい、あの大切な人だから、はい、佐野さんが。でしたら、あの、めちゃくちゃいい子やろ。はい、うん、私が、あの、ペイペイとかで支援するお金で、ご自分で。え、田中さんが玄関までゼクシー置いた？嘘やろ。え？冗談でしょ。いや、ほんまやて。え、ゼクシー置いて、見に行く？え、付録欲しい。ちょ、俺見に行ってくるわ。うん、私が行ってきますよ。いや、私行くて。どうぞ。うん、いや、俺行くっすって。私が行ってきます。いや、俺行く。あ、どうぞ。あ、どうぞ。はい、いや、いや、俺行くっす。場所が、あの、どこに置いてあるの？いや、行きます。どこ、これ。玄関がこっちじゃダメなんですよ。こっち通らないと連れてきますから。天然さん、おて天然さん来てください。大丈夫ですか。来てください。はい、チェクシーありました。ちょっと行きますね。え、佐野さん、アイコス吸っていいのかな。アイコス吸っていいのかな、聞いてみるか。外ですか。じゃあ、佐野さんと事件。え、何？陽一見て、陽一見て。佐野さん、なんかトイレ。じゃ。もうどこ行っちゃったんだけど。どこ行った？分からない。何持ってる？田中さんからのプレゼントです。え？どうぞ。あ、これ最新の。え？なんでゼクシー持ってんの？多分アマゾンでポチったんだと思います。え、これだってあの今月の。アマゾンでポチれます。え、毎月？はい。毎月ゼクシー買ってるの？私じゃないです。田中さん。私それじゃ一回開けてよ。ゼクシーどんなんか。どうぞ。どうぞじゃなくて開けてよゼクシー。私見たことないんです。見てよ一回、せっかくやから。ああ、うん。え、事件で。そうゼクシー。多分結婚式。陽一さんが。え、ってことは何でも、あれ天然さんが今。いや、陽一さんが避けたわ。あ、うん。で、天然さんが塗装したんですが、私が持って、で、田中さんが置いてったんでしょう。うん、で、まゆさんへのプレゼントだそうです。へえー。はい。嬉しい。そこ座りたいです。あ、こっち座りたい。はい。ちょっと横座る？座りたい？どっちがいい？こっちが楽です。楽？腰が楽です。
ゼクシーだ。これ。よかったですね。これ用意したんやで。用意したんプ プレゼントで。いや、違います。じゃ用意したんやで。田中さん、多分。私その佐野さんにだと思う、うん、私これ欲しかったんだ、この付録セクシーのこれ欲しかったの。私お弁当作るから、うん、あ、弁当作るのあんた、うん、よくお弁当作ってるから、うん、これかわいいじゃん。トートバッグですね。トートバッグっていうか、なんかほら巾着になってる。そうそうそう、これね狙ってたんだよ。これあれ保温するあれやんな。そうそう、これお弁当箱、うんうん、これね欲しかったんだ。これ嬉しい、可愛いし、ゼクシーありがとうって、うん、ありがとうございます。どうも田中さん、やったな、ね、ロイさん。これでとりあえずいちごちゃんはブロック完了。はい、うん、新しい時代の始まり。それは新時代。はい、行っちゃう。新時代のアド、ハゲジジイ、新しいハゲジジイに新しい女現る、うん、タイトル。あ、ちょっと待って。婚姻届ありますね。書いてるじゃん。え、婚姻届ある。え、ゼクシー、こんなんの？プロクです。あ、そうなの。知らんかったわ。書いていただいて、まゆさんの欄には。煽るな、めっちゃ。よしさん、書かないこれ。だから、まゆさんが書いていただいて、さっき書いてよ。保証人として、うん、天然さん、天然さん、はい、で私は親、うん、で、終わりです、はい。ペンいる？よしさん、ペン大丈夫です。ボールペンがあります、うん。何年？令和6年ですね。届けは明日ですよね。うん。6月。ほんまに本気？本気です。嘘やろ。え、じゃあ私のどこが好きなの？さっき言って。すべてです。すべて？はい。すべてが好きなの？はい。守ります。お守りします。私を？はい。6月、今日は何日ですか？明日に。6月4日で5日ですね。5日提出日は。ちょっと待って、これ婚姻届さ、ほんまに結婚好きなの？元カノはどうだった？陽一、元カノとは連絡は取ってますが、うん、結婚はしてないので、うん、結婚できます。どういうこと？今結婚届を出せば、うん、結婚が成立します、うん、重婚は禁止です、うん、だから麻衣さんと結婚することになります。元カノどうすんの？あ、お友達です。いや、さっき元カノ結婚するって言ったやん。ただ確かに、それ話変わるわ。もうそこの本あったでしょ。さ、中身は送ってあるんです、もう、うん、ただなんて言ってるんでしょう、帰ってこないんです、郵送で、うん、ですので早い者勝ちです、うん、そういうことです、うん。結婚ちょっと保留しようか。結婚ちょっと早すぎるわ、まだ。じゃあ婚約指輪買いましょう、うん、探し。佐野さんのことをちゃんと知らないし、はい、いちごちゃんのことも、はいはい、またすぐアイテム投げるって疑ってるから、はい、まだね、出会ってさ30分、 AV ちゃうからね、これ。よしさん、出会って30分で束縛とかさ、そういうのちゃうからね。ここで買います、うん。まだ買ったかよ。はい、うん。でも私アイコスとかお酒とか吸う。あ、全然構いません。あ、いいの？はい。あ、いだいいの？はい、構いません。アイコス酒オッケー？はい。アイコス酒ダメ言ってなかった？私が吸わないだけで、うん、まゆさんは全然吸って。いいの？部屋です。私と一緒に、うん、ただ大台になりますので、うん、6ヶ月ぐらいはかかると思います。婚約指輪が完成するまでに普通約1年から6ヶ月から1年かかるんですが、よろしいでしょうか、うん、300万ぐらいです。たださ、まゆちゃんさ、うん、こんなにあれやけど、陽一今無職やね、うんうん、
だからもうちょっと落ち着いて方がいいと思う。はい、はい、わかりました。ここってアイコス吸ってもいいの？アイコスって肺が出ますか？肺？カス？カス？あ、出ない。肺とかない。じゃあ大丈夫ですよ。いいですか？はい。まだ買ったかね、婚約指輪。2カラットぐらいで大丈夫です。違う、2カラット、まだ買ったかよ。はい。うん。俺が、いいよって言ってから。はい。うん。あの勝手な行動やめて、よいさん。はい。うん。じゃあ買いたかったのが、そうそうそう、あるんですよ。いやいや、まだ早いから。お金ないでしょ。ポチってしちゃダメだよ。はい、うん、ポチちゃかんで、アマゾンで。アマゾンじゃないです。ワコのオンラインサイトです。どこの？あ、今ですね、メンテナンスで。ああ。すみません。変われへんね、ちょうどよかったよ、はい、今メンテナンスで変われへんで、うん、メンテナンスで。ただ見たいな、中身が。いやいいよいいよ、まゆちゃんそんな高価なもん好きちゃうから。え、うん、私、はい、高いの好きじゃないから。そう、じゃあもう ユニクロ自由でいいからさ、まゆちゃんは。はい、 OK。 銀座田中を調べます。いや、調べたあかん調べたあかんで、あかん、これもう、あの、とことん沼いっちゃう。うん、止まらんタイプ。ダメで、調べにいいから。わかりました。うん、見るで、見たあかんって、見たあかん。わかりました。オッケー、見たあかんよ。あの、リスナーさんにおすすめの店舗です。うん、はい、なんかカッコつけにいいからさ。うん、カッコつけにいいからさ、陽一さん。はい、オッケー、はい、見たかんよ。閉じていいですか？いいよ、閉じて。はい、速攻行動する男です。いや、速攻行動したかんよ。はい、速攻ね。はい、いちごちゃんブロックしたよ、今日。はい、うん、もう見れないよね。ないです。うん、あの、あんまり興奮しないでください。大した額ではないです。500万ぐらいは走った金です。え、でもそれ親の金？まだ口座があります。ただ定期なんで解約したくないんですね。それを解約します。それを婚約。いや、それはあかんって。だから。あかんですか。あかんですね。うん。ダメですか。ダメですね。満期になるまで待った方がいいですか。どうでしょう、リスナーさん。いや、ダメよ、そんなしたら。定期で1000万ほど。うん。これもう完全にさ、飲まれるタイプやな。うん、事件なんかしちゃあかんで、そんなですから。キャバクラとか行かないんです。あの、キャバクラとか行ったらさ、全部吸われちゃうよ。うん、だから、うん、夜職の方は結婚してくださいません。当たり前やん。あ、ポイしないでください。あ、そうですね。で、ただゴミですけど。はい、夜職の方にいくらお金をつぎ込んでも結婚に至ることはありません。うん、で、私は、うん、臨床研修とか受けてないんですが、うん、国家資格の医師免許を持っております。だから薬が買えるんです。うん、ただ研究職です。うん、で、もう退職しております。うん、医師免許は持っているということです。だから薬が買えるんです。はい、それだけです。どういうこと分かんなかった。聞いてなかった。聞いてないよ。どうすんの。どうするって前さん次第ですよ。うん、あとはだからもうこれ以上やったかよ。はい、うん、分かりました。ストップ。はい、うん、で、いちごちゃんもブロック。はい、しました。うん、分かった。はい、で、柿もいちごちゃん社会よん。はいはい、うん、で、お母さんの、あ、明日解除できますから。違う、解除じゃなくて、もう、あの、お母さんのお金は明日、あの、戻すことができます。できる。はい、ちゃんと戻しよう。はい、うん、使い込んだあかんよ。はい、うん、それくらいは残ってます。うん、え、前のこと知ってる？知らなかったです。え、でも今日ファンタ投げてくれたじゃん。だ、ファンタ投げててほしいって言われたから投げただけです。こじったんかい、こじったんかい。え、違う、あの、私こじってないよね。勝手に投げただけです。あ、自分がね。はい、そうそうそう、うん、え、私、あの、
声が違うじゃん、はいはい、それ どう思ってるの？どの声も素敵だと思います。あ、嬉しい。ただ、ほうれい線は消した方がいいと思います。結局、クリームがありますから。どいな、浅野さん。ごめんなさい、うん、あとは、うん、あとですね、うん、美容なんですが、うん、もう深夜とかはメイクを落とされて化粧水をつけてお休みください、うん、資生堂のアマゾンで僕が買ってあげますから。あ、大丈夫だよ、はい、資生堂のを選んでください、うん、安いです、うん、化粧水は、はい、佐野さんの今の一言がさ、はい、傷ついてさ、うん、誰が？まゆちゃんが、はい、結構傷ついた今、うん、今のはひどいわ、うんうん、ごめんなさい、うん、ほうれい線って一番女性が言われたくない言葉だから、はいはい、ちょっともうしんどいかもしんない。あ、わかりました、はい、どうすんのこれ。ご自由にしてください。ご自由にっていうのは、あとは、うん、私がまやさんを愛し続けるということを誓いました、うん、神に、うん、あとはまやさんがどういう行動を取るかだけです、うん、それだけです、うん、私と結婚できるというならば、うん、婚姻届に書いてくだされば、これを持ち帰って私に住所を分かってると思いますから、うん、送ってくださればいいだけです、うん、私が書いて区役所に届けます。まだ早まったあかんで、よいさん、はい、うん、結婚はただ子供が欲しいということを了解していただいて、うん、冷凍精子見た？あ、ツイッター見た、テネさんの。マジで、うん、で、あの生で見るみたい。それは使う、えな、リアル冷凍精子。どうぞ、よいさん、はい、召し上げて。名物ですか？冷凍精子。冷凍精子って何？うん、精子の原液を冷凍させて、もうそろそろ窒素をタンクに容器に入れなければ死ぬんですが。え、でも精子って空気に触れたら死んじゃうから。触れてないです。え？スポイトで吸って精子を、はい、で試験管に入れて冷凍大丈夫です。え、そ、自然なんだか体温程度の温度で解凍して、あそこに冷凍があるわ、そこの冷凍庫の一覧車の今日でもスミクの方に冷凍精子あるわ。名物や、ここの名物、うん、名物埋蔵金よね、あの、あ、埋蔵精子かこれ、うん、今日でもまゆさんがカチカチを子宮に、うん、入れてくださればワンちゃん妊娠します。バカやっちゃう。誰が精子入れるんやんな、精子。だからカチカチの精子溶かせば、うん、ドロドロの液体になります。でそこいらにスポイトがあります、うん、それでご自身で、うん、膣の中に入れてくださって、うん、奥で腹ばす気か。はい、そうです。おお、佐野さんは、ね、性行為ができないから。そういうことです。どうして？もう腰が痛くて。あ、振ることすらできんか。はい、うん、騎乗位ならなんとかワンちゃんね、以上やったら。興味はないです。うん、性に対しては、はい、子供が欲しいっていうか子孫、佐野家を守る人が、うん、これやん。え、入ってんな。あ、それは、あ、これいいでね、これわ、スポイトいっぱいある。これと俺試験管です。これ試験管。スポイトどこ？スポイトはですね、割っちゃうとこなんですが、高いこれ、あ、いっぱいあるんです、試験管が。まだ未使用です、それは。じゃ あんまり触れると崩れてきちゃうんで、うん、どこ？ここらにスポイトが立てかけてあるなんですよね。あ、これ
これがスポイトです。え、これで吸ってるの？こういうことですね。ビーカーはどういうかな、これです。これに精子を出します。で水が入っています。今こうやってもう空気触れてるやんこれ、うん、でもこう触れてないですよね、まだ。いや触れてるやん、もうこのシーンで ここに出す、一回出すでしょ。そこをこう、ん、水、違う違う違う、使い方いいね、使い方じゃなくてもう空気触れてるでしょ。だからすぐにこうやって取って試験管に移します。いやで、だからどこにドドピュンコするんですか。ここです。ここにドドピュンコするんでしょ、はい、ドドピュンコしたらここでもう空気触れるよね。大丈夫です。いや大丈夫じゃないよ死んじゃうね死なないです。死んじゃうね。いや、うん、みんなあの医学者は、うん、医療関係者はやってることです。でそれでドドピュンコして、これ入れてスポイトで吸い上げて、ここに、うん、こうやって、うん、開けて、うん、こうやって入れて、うん、蓋してあと冷凍庫です。冷凍庫ね、はい、うん、これね、冷凍精子、はい、うん、皆さんも試してみてください。試さないやん誰も。アマゾンで売ってます、うん。あ、田中さんがあれかな、こう何時間でもまだあれ何時から始めたっけ。テレサ俺もう尺切れるで。1時間って どれくらいだろう。もう1時間なんじゃん、うん、いける、いく、ぼちぼち。感想10分前また出ようかな。じゃあテレサまだいますよね。俺まだ取り調べせなかった。ここからそうですよね、うん、バチバチの、こっから操作で、うん、例えばピンクタイム、今だけね、ピンクタイム、これが抗生物質です。箱買いです。100錠、うん、資格がいります。国内で買うには。でその資格を持ってる人は誰でしょうかっていうのをリスナーさんに聞いてください。うん、誰なら買えるかっていう資格。いや知らんけどね、それでも買えるの。これネットで買ってんやで全部。薬どう、初佐野さんち。いやうん、だからリフォームすれば綺麗になります。でもここさ広い、家広いけど、うん、ボロやけ家が、うん、うん、で横にもさ家賃いくらぐらい。これ家賃はないですよ、持ち入れたから。あ、そうなんだ。だ土地だけでもさ、うん、数億やねんて。ここうーん、はい、うん、いいわかんで、うん、いやボロやけど、うん、土地だけでも数億やねんで。親が買ってくれた、うん、親が買って相続をしてるっていうことです。なるほど、相続、うん、リフォームしてるんですか。だから、うん、業者に頼んで、うん、ただし石と私が段ボール詰めしなきゃいけません。どこに何があるかを元に戻すのが大変ですので、うん、段ボールに詰めないといけません、本とかを、うん、それから家具とかは大丈夫なんですよ、洋服とかは業者に任せて、うん、いやリフォームするの言ってくださいよ。リフォームします。やる、はい、じゃあ僕らやりましょうか一緒に。いや大手のリフォーム会社。うちらいいじゃないですか。いやそれはできません。なんでよ。じゃあ見積もりを出してくださいます。いや、その お友達近くで やるっすよ。ですから見積もりを出してください、うん、あ、見積もりでしょ。はい、いや全然いいっすよ、はい、うん、じゃあ親と相談します。親と、はい、やります。親ははい、下に住んでる。まだ起きてるかもしれない。で兄弟の代わりに、はい、なんで中国人の方と結婚されていて、うん、とあるきっかけを時に暴力沙汰になって警察沙汰になってます。弟もおんねんけど、うん、その弟も中国人の結婚をしてんけど、え、何回あったっけ。3回あって、その結婚した中国人、中国と飛んだもん。え、どういうこと。だから結婚詐欺です。あ、今も席入ってるんですか。あ、ビザが欲しくてみたいな。ああ、それかもしれない。日本では席が入れてあるんですが、中国では分かりません。でビザが下りないんです、なかなか、うん、なぜ下りないかっていうのは
疑問なんですが、うん、探偵とか更新所に頼めば、うん、なぜ降りないかが分かる。弟もさ中国人見ついてない。見ついてます。いくらよ。だから給与の半分は送金されてると思います、うん、え、弟もさ家の遺産食い尽くしない。いやそれは大丈夫です。なんで分かるのそれ。通帳の管理は私がしてますから親の。うんうん。あ、弟はしないってこと。はい。じゃあもうやり放題。やり放題です。やり放題か。なるほどね。うん。お母さんのその通帳は陽一さん管理してるからやり放題ってことよ。うん。弟喧嘩ないんですかそれで。だから口を聞いてないし内緒なんで。うん。それは母と私だけの秘密なんで暗証番号も。弟は知りません、うん、どこに何があるかは知りません。でもお金の問題じゃ結構あれ喧嘩するでしょ。え、喧嘩じゃないです。だから弟は自分で生計を立てられる額の給与をいただいてます、うん、でほとんど寝て土日寝てるんで、うん、お金を使ってません、うん、ただしあの爆買いをします。食料品の、うん、ステーキとか、うん、あの焼肉とか、うん、お刺身とかマグロの柵で買ったりとかして、うん、約3万ぐらいは1週間で使ってしまいます、うんうん、それを一人で食べてしまいます。それが弟は得るお金だけで、うん、あとは預貯金か下にさ90歳のお母さんおんねんな、うん、そのお母さんが今寝たきりやで。あ、そうなんだ、うん、で肺炎でずっと寝込んでやで。あ、それを佐野さんが介護してあげてるってこと。そう、あ、だから3時、夜中の3時になるとしますよね、うん、で下に降りてって寝てるかどうかだけを確認したり起きたら寝かせて戻るという感じですね。あ、で大変大変ですね。だから24時間は起きてなきゃいけないですね。いや、そんなさなかさ、爆投げしてる場合ちゃうよ。確かに、うん、ストレスはたまりますね、うん、あ、ストレス発散課金か。あ、はい、うん、その配信者にね、お前がって言われたらさ、別にお前がは別に慣れてるからいいんですけど。あ、慣れてるもん、はい、聞き飽きた、はい、うん、ただ私の報酬系としましては私が課金します、うん、そうすると例えば女性は喜んでくれます、うん、星リスのものを送ります。パッきちんと包装して、うん、そうすると開封するときに喜んでくれます。高校生ぐらいだと花火だけでもキャーって言ってくれます、うん、そう。え、田中さんが妊娠半まで田中さんでしょうるん。あ、田中さん今ね、そうかも。そろそろ行こうかな。じゃあ行く、うん、うん。え、2時半、1時半に来たってことか。じゃあここに、え、もう1時間ぐらいになるかな。もう何時間も経ちますよ、うん、じゃあドラマとしてはな、中盤ですが、うん、もう行った方がいいです。あの、佐野さん、はい、今度、はい、お弁当作りますね、はい、明後日、はい、明後日の約束覚えてる。なさなあ白子言わんた、ほんま。あさってというと何日になりますでしょうか。シージさんと、はい、お会いする時ですか。そうそう、前も行くって言ってた。クルさんが一緒に来るらしいんですけど。あ、そうなんだ、はい、じゃあ私行かない方がいいのかな。行きたいよ。3人でどうぞ、うん、でお食事しましょう。あ、ご飯に行くやつかで、誠治ほんまに来んの？わかんないんですよ。うん、じゃあ誠治さんは、うん、ETC カードが送れるそうなんです。うん、でワンチャン明日に着くかもしれないということを申しておりました。そう。なんか来るじゃんけんと思うで俺、うん。だから配信としては。誠治さんが来てからの方が楽しいです、はい、今までは茶番劇で、ですね、うん、これからの今は前哨です。は？入り口前編前編まだあんのドラマ前編後編川崎埋蔵金最終章
まで持ってきます、うん、結婚するかお別れするかです。違う、そっち、うちらとちゃうんです。うちらはこの家にね、はい、埋蔵金があるかと、そこなんですよ。うちはそれ聞いてます。聞いてる。全部取りたいんでしょ。ん、天然さんが全部取りたいんでしょ。欲しい埋蔵金。だからそれ聞いてますが、うん、あげません。じゃ帰るわ。はい、だから私と結婚してくださる女性に全て差し上げます。うん、うちはあげません。じゃ帰るわ。以上です。お疲れ様。うん、どうした、はい、ただ尺は取れませんよ、もう。私は全て中身、うん、心のシーンでは読めますから、うん、尺はもう取れないです。え、でも今日も佐野さんに会って、はい、なんかドキドキした。あ、ありがとうございます。埋蔵金あげんの、バイちゃんに。あの、結婚して籍が入ったらです。子供が生まれたら全て相続させます。うん、はい、うちはだから私が死ねば。いやいや、そんな痛かんよ。うん、だからそれじゃないとあげることはできないんですよ。いや、だからあの、裏でうん、というのはだから配信に映れへんところで。あ、だから銀行口座を教えていただきたい。さ、でそれは田中大丈夫な DM でお話ししましょう。まやさん、そういうことは DM でお話しさ。ついてきて。田中さんが心配やわ、うん、田中さんって女の方ですか。男。あ、わかりました。今 LINE しました。 OK。 じゃあ田中さん、あ、佐野さん、これあの付録もらいますね、はい、これはいらないですか。それは大丈夫、はい、これ捨てますよ、ゼクシー。うん、捨てたらあかんやん。ダメです。それだって婚姻届も入ってるし。あ、うん、あ、そんなのもの、うん、いくらでも買えますから、はい、佐野さん、楽しかった。あ、どうもありがとうございます。喜んでいただいて幸いです。じゃあ、下まで手繋ごう、はい、えぇ、ー、危ないですね。じゃあ、先に動いてください。外で繋ぎましょう。あ、外で、わかった、はい。配信好きや。いや、私ライトがないと本当は怖いんですよ。じゃあ、ありましたら人間が。はい、あるんかよ。まゆさんに持たせて。いや、一緒にお見送り、うん、よいさん、いかな。だから、ライトを照らしてあげてます。うん、うん、警察いる。なんで？嘘やろ。警察いる。なんで？ちょ、はい、え、ちょっと待って。ちょっと時間を置きましょう。なんでやねん。ちょっと待って。警察いるやん。どういうこと？警察いるよ。ちょ、一回して。え、ネタ抜きで。ガチ。ほんまに？うん。ちょ、一回、入っていけ。え、じゃあちょっとこれ持ってみようか。見てみてじゃあ。本当にいたから。通報じゃないと思います。警察いた。もしかしたら今日で終わりになるかもしれません。一人こっち見てたから、あの、誰か通報した。通報入ってんな、多分。え、これ私降りてもなんか事情聴取される感じ。いますよね、うん。前さん、あ、多分な、田中さん喋ってちゃうか。うん、入って、田中さんと喋ってちゃう。前さん、入って、うん、入ってます。座ってください。落ち着いて大丈夫ですか。え、田中さんと喋ってんの。不審者と思われてるんですよ、田中さんは。あ、田中さんが不審者と思われてるの。そうです。通報来たじゃなくて、純粋に田中さんが。田中さんだけです、今は。優秀ですが、田中さんがピンチです。はい、でも、まゆさんは座っておられて大丈夫です。体を休めてください。え、どうしよう。
だから降りれないです今は。そうですね。タクシーをお呼びしますから GO で。いやでもそのままタクシーが着いたら乗っちゃってください。いや車、田中さんが車で来てくれてるから。田中さん、不審者と思われちゃってます。え、でもなんか、はい、この住んでる、はい、この部屋の階をずっと遠くからじろじろ警察が見てたから、はい、誰かが通報したんじゃないかな。で、警察がワンチャン天然さんの配信を見てるかもしれません、うん、え、こんなことって結構あるんですか。あります。警察が来ること、はい、ここでは治安が悪いので、うん、あのよくあることです。慣れてます。大丈夫ですよ、まゆさん。え、怖い。怖くないです。怖いよ。まゆさんには嫌疑は疑義はかからないですから大丈夫です。安心してください。でも怖い。あ、戻ってきた誰かが。え、どうでした。事件です。どんな事件。まゆさん事件。え、うん、下まで来て。え、警察はおる。だってふわっちゃダメじゃん。うん、ツイキャスに変えてください。やめてよりさん、ちょいちょい。それニコ生でも結構です、うん、ドラマとしては面白くないです。見せてあげてください、リスナーさんに。配信能ですね、そのさん。はい、配信者なのか。うん、いや、ミュートにするわ。うん、帽子をかぶりますから。あ、帽子ありますよ。あのね、通報入ったっけ。あー、うん、通報、うん、これでいいですか、ね、で、そこに田中さんがおって、うん、で、多分それか声かけないんだな。職質です。じゃあ、よしさん、下まで行ける。はい、じゃあ、私が先に降ります。うん、あとついてきてください。警察官と話します。帽子いる？よじさん。え？帽子いる？かぶってます。いらんでしょ、帽子。います。冷えピタ張ってるので恥ずかしいです。いや、もうすぐ終わるよ。ニコ生にするほどでもないよね。でも次の日やるんですよ。あ、次はくん事情聴取。こっからさ、ミュートにするわ、
今佐野さんと警察喋ってるけど、うん、とまゆちゃんも今帰ったからさ、うん、あの田中さんと一緒に、うん、まあ、あとこっちやるよ。自爆やるよ、もちろん、うん、通報入ったよね、通報、うん、通報入ってで、そこに警察一人が来たみたいな、うん、俺居残り残業や、お前、うん、OK で、まゆちゃんは今田中さんと一緒に帰ったからね、うん、この後うちら残業ね、うん、まだまだ寝かせへんよ、うん、まだまだ、あ、おもろかったマジで、うん、さすがまゆやな、残業せなんかやの、こっから取り調べやで、こっから、うん、迷ってよかったマジで。さ、あのもしさ、迷う配信つけたらさ、あれ仕上げてよ、踏んであげてよ、みんな、うん、ついた、なんつく、ママありがとう。とりあえず洗脳解除しよう、洗脳は、うん、洗脳解除しました。ちょっとね、これ加工は外れる、美顔機能オフ、OK、いや、めちゃくちゃおもろかったな、うん、洗脳解除配信ちょろいわ。いや、まだこの後あるんでね、うん、まだこの後、いや、X もブロックした、うん、全ブロゴリゴリの全ブロ、うん、まだか、まだ終わらへんの、うん、今、陽一と陽一取り調べ中、うん、取り調べ中っす、うん、まだ配信しない、嘘やろ、うん、ちょ、前配信しようよ、はよ、うん、写真は写ったらええ、これバンになるわ、写したら、配信せえの？せえなんだ。やりや。めちゃくちゃ評判やけど。うん。おお。まだ来る。ちょ、ニコ生、これ、一回さ、ニコ生行くわ。うん。枠消えたら。これさ、これちゃうわ、これただのあれ、うん、見回り、うん、あ、トマトは、トマトは一回ニコ生つけるわ、うん、で、これ、あれ、しね、うん。